皆さんこんこにちは今回は内閣制度それから憲法が出来上がるあたりこのあたり確認テストを見ていきましょう <music> はいそれでは四角の一番括弧の1穴目問題から見てまいりますいきましょう1885年「ラジオ感染を廃してあ」が制定されたとありますね。初代大大大大臣臣臣とにに総理大臣に大倉大臣に 内務大臣にそれぞれ誰かいうことです。まずは内閣制度でそれぞれに大臣がね。今までは例えば大蔵省のトップは大倉京と言ってたんだけど、大蔵大臣となっていく。まあ、初代総理大臣は。伊藤博文、大蔵大臣は松方。正義。この松方。正義は。 松方財政ということでそのちょっと前から大蔵卿、まあ、ちょうどその途中で内閣制度ができると途中大蔵大臣にね、大蔵卿から大蔵大臣に名前が変わります内務大臣警察とか軍隊とか、まあ、こんな話で山形有友例えば保安条例なんて言って これ国民を、まあ、自民権運動の人を弾圧する時とか警察が捕まえちゃったりするぞなんて話だから当然それは内務大臣山形有朋とかが中心となってやっているそんな感じでもあるんだよね。それぞれ初代大臣に誰がなったか最初だけはこの初代内閣だけはできる限り抑えたいところですね。 はい、四角の1番2になります、えー、ドイツ人顧問の「あ」の助言により地方制度改革が進められた88年に「い」が90年には不憲政「不遣制」「群生」が定められたうん地方制度で「ドイツ人顧問」とくるとうんそうだね憲法制定のところでも出てきた「モッセ」まあロエッセルなんていうのも憲法制定で出てきたりしますけれども「まあ、モッセ」そして1888年に「何とかが」がで90年に不憲政「不遣制」「群生」ですから「 そそのちょっと前にはそう市政町村制まずは市町村のシステムどうやってそのトップとか議会の人を選ぶかを決めその後市町村の上の府県軍といったものをねどうやって構成するかそのトップあるいはの議会の人をどう構成するかこれについて88年の市政町村制90年の府県制軍制で決めたということになります。 はい、それでは、括弧の三番見ていくことにしましょう。え、千八百八十九年、なんとかに、大日本抵抗憲法が発布された。うん、ここには、日付が入るよって書いてありますから。その日付は何月何日か、憲法制定、で、アップは二月の十一日。まあ、現在の建国記念日、まあ、当時は、紀元節と呼ばれた日でしたね。よいしょ。まあ、この日、を選んで、二月の十一日ということになります。 この憲法ではこの大本帝国憲法明治憲法では天皇が定めて国民に与えるという何とかという形式これが禁定憲法の形反対というか、まあ、国民が定めるといったら民という字で民定憲法ここでは天皇が定めるという形の禁,法禁定憲法でしたまた天皇、まあ、行政部に強い権限がありまた議会には衆議院と貴族院の2つがありました、まあ、貴族院と衆議院の違いは 貴族院はは国民から選ばれたわけではないいわゆる家族議員とか、ね、多額納税者議員ってたくさんお金を集めた,あの納めた人税金を納めた人とかこういった人たちが貴族院議員というふうな形になりその貴族院と衆議院がほぼ対等な権限を持つということでした。はい、続いて4番参りましょう 代抵抗憲法発布と同日衆議院議員選挙法が制定された「何とかを何とか円以上を納める何とか最初の何とか」これ覚えちゃってくださいね直接国税15円以上収める25歳以上の男子ともう一つの単語にねして、まあ、ちょっと長いですけど覚えてしまうということ、まあ、ここ数字売れることって書かれてなくてももう答えられちゃうぐらいにしたいかな全人口比これに該当する直接国税15円以上収める25歳以上の男子に該当する人は全人口の中でどれぐらい たたった 1. 1の、ねまあ、人数少ないそんな人たちしか投票できなかったんだというところを押さえておくといいかな。はいそれでは四角の2番の1一問1答形式見てまいります。 いきましょう、過去の1ですね。えー、対外関係、内閣制度ができた1885年以降のところです。A です。外務大臣井上河原が推進した王家主義政策、王家政策確かにありましたね。で、この時に出てくる日比谷の社交場といったら、社交場といったら六名館。この六名館なんかで、これダンスなんかをね、えー、これステップ踏みながら外交を進めようとした、まあ、批判もされちゃった。 B です。1886年起きた紀州沖、紀伊半島沖、イギリス戦ナンパ事件。そのイギリス戦船,船の名前を入れてくれればすると OK です。どうでしょうね。ノルマントン号事件。このノルマントン号事件で、まあこれ日本人なんかはみんな亡くなったけど、イギリス人なんかは助かったということでおかしいじゃないか。助けられた日本人いたんじゃないかと、これ裁判の案にもなった。そんなのがノルマントン号事件。まあこれをきっかけに政府は何をやってるんだっていう政府への批判まで高まってしまっていくということだったですね。 ははいいそれでで括弧の2番見ていきましょう A からです、えー、1880年代後半とありますね井上薫外相の条約改正交渉桜花主義政策とかありましたこれが失敗に終わったその辺りから始まっている民権運動そして政府がこれを取り締まるために弾圧立法まで作っているということを考え B からこう逆算してもいいよね結論は三大事件憲法運動三大事件憲法運動そして B この政府が A の運動三大事件憲法運動を取り締まるために定めた弾圧立法は何ですか保安条例でしたね前のところでほら愛国者に対してザンボールチン条例それから国会規制同盟に対して何でしたっけ集会条例で三大事件憲法運動に対して 保安条例、まあ、この時は第一次伊藤博文内閣この内閣制度が始まってるという違いは前の2つと比べてありますけどねこんな一個一個しっかりと区別しながら押さえておくというのが大事になります。 はい続いい続てて番見ていきましょう A です憲法の草案作成の際第2の帝国憲法発布までですけどねその憲法草案作成の中心となった人物、まあ、何人もいますけどね1人挙げろと言ったら1人挙げろと言ったら伊藤博文ですね他にも役に立ちましたよ例えば伊藤明治とかね金子健太郎とかいましたけど、まあ、政府の人物1人と言ったら伊藤博文を代表者として挙げましょう B、えー、憲法草案の顧問であったモッセラはどこの国の人物ですかうんまあ結論はドイツ人。 だってドイツ流の憲法を日本は採用するわけだから他の国の人が顧問となったら変な感じではありますよねドイツ憲法なのにフランス人が教えるってのも変な話まあ可能性はゼロじゃないけどねモッセロエスレルこの辺りドイツ人です。C1888 年に創設され天皇臨席のもと憲法の審議が行われた天皇の最高諮問機関、まあ、当初は憲法の仕上げその後も天皇のアドバイザー機関みたいな形でずっと存続することになります。スミツイン、ちなみに この初代水密院議長は伊藤博文伊藤博文は総理大臣を辞めこの水密院の中心となりながら憲法の仕上げを行っていったそんな話ではありました。 それでは四角の3番見ていくことにしましょう。第よ抵抗憲法について述べた次の AB を正しければ丸という形式の正誤問題両方丸々算定しないといけないんですね。A ですえ。憲法の起訴作業は法律顧問ロエスレルの助言も得てすくすめられたうんその通りですね。ロエスレルやモッセ何人ドイツ人なんかの起訴なんかで、まあ、ドイツ人がまあこれに加わる形でドイツ流の憲法を日本で作っていきますね。ね丸から B 憲法は国民の代表による会議の議決を経てこれ発布された「うん国民の代表による会議なんて話は出てこなかったですね」というわけで、まあ、B は「罰」ということ。だっててポイントとととしては禁定憲法ということで 天皇が定めるという形、国民が定めるという形じゃなかった、まあ、これ金帝憲法ってやつを理解しで大の敵国憲法が近帝憲法だと分かっていますかそんな問題が B の問題の趣旨ということ目的なんだよね。なあ近帝憲法って何なのかみたいなところ中身までしっかり押さえるようにすることがポイントになりますね。<music> はい、ということで繰り返してはきましたが憲法むちゃくちゃ重要ですので、まあ、限定憲法とかその少し細かそうな単語も含めてねしっかりと押さえるようにしといてください。